ゆきです。まゆです。気ままにクイズです。今日はゆきななゲップ師匠から教わるゲップの極意、メイゲップ出るまで帰れません。じゃあいただきます。鼻水とかじゃん。え、教えていくよ、もうゲップの出し方。え、ここに空気たまるの分かる？うん。その時にもう一回息吸うと気出てね、喉に空気がもっと入る。そしたらそれを前に出したんですよ。ここに空気たまるの分かる？そのまま「おわ」って言って「おわ」って言うと、あの声じゃなくて息でって言うと出る。喉これダメなんだよね。あの下に行っちゃう。あ、今それでここを止める。ここを押してこのままで。やめて。ダメ。半角半角。息吸う。もう一回。でも気持ち分かる空気入ってるの。この空気を飲み込んじゃダメなんだよ。すべて前に出すと出てくる。ゆき教えて。だって教えるも何もないんだけど。あ、What？ 溜まってる。ここにいる。いる？こっから声を出す感じ。あのそれ。あ、分かった。いけ、最初に。ってうん、じゃなくてそう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 。で、ここに喉にさ空気あるの分かるじゃん。思いっきり永遠まで見てみて。出ないかも。あ、でもちょっと出てるの。違う。それ喋ったら出ないから喋んないで。で、お腹で出す。お腹を、お腹はね、めっちゃへこまして、へこまして出やすいかも。めっちゃへこまして、へこましたまま行く。でももう逃げ道ないから、降りないから。どう出そう。飲み込んじゃってる。うん、あのね、飲み込んじゃダメ。全部出す前に。飲み込まないで吐けたこと？そう。コーラ飲むじゃん。でさ、息吸うとさ、ここに空気溜まるじゃん。でそれを飲むんじゃなくて、もう出す。でそれができない。難しい。そんな簡単みたいなの言ってるけど難しいよ。そんな出す。で、多分お腹に力入ってない。お腹に。ねえ、ゲップじゃないのにしたの。お腹に溜まして。いや出す。もうその企画今更変更だよ。そんな諦めないよ。でんぐり返しとかに行くの。だって出ないよ。 No no no。 諦めない。ダメ。もっと減らして、グッて減らして、このまま行って。今出そうだったのに余計なことしないで。いや、あ、来るかもって思った。減らしてって言ってやばい。怒られた。でもいるんだよね。うんうん。じゃあ行けるよ。ゲップを出せなくて悩んでる人がいっぱいいるんだよ。ゲップいないよ。ねえ、師匠なんでしょ。ちゃんと教えたなと。おまんじゅう。殺そういっ無理だ、出ないかも。いける。無理って思ったら出ないから。なんで一人だけ熱血なんだよ。温度感すごない。はい、これ食べたら出ないから。ちょっとちっちゃくていいから。鼻つまむ。Thank you.
あ、この音出るじゃん。いくよ。出ない。だって吸い方が足りてないから。喉に。だって同じ喉じゃないじゃん。なんで出ないし、だから調べてもこれさ、出た時さ、音鳴るよね。いや、なるくらい吸って。ゲップ出す方法を調べてみる。え、今出そうで待ってるのか、諦めてやめてないのか。いや、出そうで待ってた。うるさいよ。いいかも。そうだよね、ゲップを出してこなかった人生だもん。そうだよね。意図的にゲップ出したことないから。でも出そうな時ないの？あるけど、そういう時ってそういう時のさ、体の変動やん。でもゲップを出せない大人のためのブログとかあるよ。いや、ほらね、悩んでる人いるんだよ。そうやってお腹にある空気を押し上げるような、お腹にある空気を押し上げるような、あ、お出た。教えてあげて。いや、普通になんか来ました。え、空気とかでも普通に来ちゃった。はい、ということで、はい、ゲップが出せなくて悩んでる方も努力すれば7分ぐらいでゲップは出せます。コーラ使ってください。しかもこれ一番スモールなコーラにさ、うん、どうせ飲みきらないならスモーリンコーラでもいけます。しかも27年間ゲップを出せなかった人がゲップを出せたんで。出さなかったわけじゃないの。一言どうぞ。みんな、やろうと思ったらできるぞ。じゃあ最後ゲップで締めてもらって。無理よ、長い。ダメだよ、それは。ということで、ゲップ出せない方はコメント欄に書いてください。私たちがお伺いします。あの、講座広くして、講座を熱演してくれたのは、ね、このオレンジの髪の人だけですけど。そうだよ、ううってずっとやってるだけで。はい。師匠ぶって。バイバーイ。